間違いのない楽器の選び方をお伝えする弦楽器サラサーテの北見です。ところが、サイレント楽器には胴体というものがありませんので、その共鳴、音程があった時の共鳴であったり、正しい弓の位置、駒からの距離、そして圧力、弓の速度を正しくした時に得られる良い共鳴、良い振動、弦の振動、そして楽器が振動する一番良くなるポイント、そういったものが結局胴体がないために全くわからないことになるのです。サイレント楽器の共鳴というのは電気的に増幅して作られているものに過ぎません。ですから物理的に胴体がよく共鳴する、そういった瞬間を捉えることができないのです。この続きは次の動画をご覧ください。